また一次面接で落とされた。俺はニート・アキラ、現在無職。というのも、先月勤めていた会社がいきなり倒産してしまったからだ。そりゃまあ、盗撮のカメラや盗聴器を探しますなんてマニアックな業務、そうそう需要があるものでもない。落ちたの、これで何社目だっただろう。倒産、廃業なんてこの不景気では珍しくもない。そんなご時世だから次の仕事もなかなか見つからない。分かってはいても、いざ自分のこととなればそんな悟ったようなことは言っていられないのである。さて、どうしたもんかな。なんだ。久しぶりですわね、アキラくん。まさか、葵ちゃん。彼女は次隊員葵、超資産家のご令嬢にして高校生の頃のクラスメート。短い期間ではあったけれど、恋人として付き合っていたこともある。しかし付き合い始めてほどなく、彼女はいわゆるお嬢様学校に転校することになってしまい、しばらく遠距離恋愛をした後、自然消滅的に疎遠になってしまった。ちょっとお時間をくださいません。お願いっていうか話がありますの。悪い話じゃありませんわよ。話？立ち話もなんですから、とりあえず乗ってくださる？本当に久しぶりだね。まさかまた会うことになるとは思わなかったよ。そうですわね。明確に別れたわけじゃないけれど、お互いどうしてもつなぎ止めようって強い意志は失ってしまいましたものね。それで話って？遺産相続のために手伝ってほしいことがありますの。もちろん十分な謝礼も用意しますわ。遺産相続？ええ、ご存知の通り、当家は莫大な資産を有していますけれど、私をはじめ相続権を持つ兄弟や親族が誰も結婚して跡継ぎを作らないことに父が業を煮やしてしまいましたの。父は高齢なこともあって焦っているのかもしれませんわね。そこで相続権を持つ全員に、期間内に結婚を前提にしたパートナーを連れてこないと相続は認めないものとするという通達を出しましたのよ。結婚って？もちろん振りだけで結構ですわよ。相続さえしてしまえばこっちのものですもの。仮に法的な手続きまでする必要があったとしても、相続後に解消すればいいだけの話ですわ。戸籍的にはバツイチになってしまいますけれど、億単位の謝礼の対価としては安いものではなくて。億単位？次隊員家の資産を勝ち取るための協力ですもの。当然そのくらいはご用意しますわよ。相続した資産総額の 5% でいかが？相手を見つけられず脱落者が多数出たら、謝礼の桁が上がる可能性もありましたよ。ちょっと理解が追いつかないけど、でも同じように他の後継者候補も偽装するんじゃないかな。ええ、でしょうね。でも当家の調査能力を侮ってもらっては困りますわ。徹底的な身辺調査が行われるはず。その点、私とアキラくんなら実際にお付き合いしていた期間もあり、明確に破局したわけでもありませんもの。焼けぼっくいに火がついたなんてリアリティもありますでしょ。なるほど、こんなうまい話があるものだろうか。そうは思ったけれど、失業中で生活費すら危うくなり始めている俺としては選択権などあるはずもなかった。ああ、一見立派な屋敷ですけど、大きいだけの骨董品みたいなものでしたよ。さあこっちですわ。お父様、ただいま戻りました。その男がお前の伴侶か？はい。覚えておいでか分かりませんけれど、高校生の頃にお付き合いしていたニート・アキラさんです。しばらく疎遠になっていましたけど、やっぱり彼を忘れられなくて。
この機にやり直そうと連絡を取りましたの。うん、この機にか。ものは言いようだな。まあ、それでも休校があるだけマシな部類か。マシってことは、間に合わせの人を連れてきて追い返された人もいるのかな。さて、これで全員か。ではお前たちにはこれからいくつかのゲームで競ってもらう。結婚相手を連れてくりゃいいんじゃねえのかよ。そんなの聞いてないわ。そんなことだろうと思った。失礼いたします。なんだこりゃ。ぼっき、意味がわからん。まずお前たちにはキーゲームをやってもらう。結婚を前提にしとる二人だし余裕じゃろ。回りくどいわね。なんだそりゃ、キスしろってことか。あ、私たちもクリアしますわよ。待って、この出題の意図を考えるべきじゃない。早抜けだとも言われてないし。それでもクリアしろと言われた以上やらない選択肢はないのではなくて。でもさ、キスをさせたいだけならそういうだけでいいと思うんだ。あえてゲームをさせる意味がきっとあると思うんだよ。おい、クリアしたぜ。おめでとうございます。ではこちらへどうぞ。うん、私とキスしたくありませんの？そういうわけじゃないけど。なら早くしてくださいまし。こっちだって恥ずかしいんですから。はい。おめでとうございます。では第一ゲームをクリアしたお二人をご案内いたします。こちらへどうぞ。クリア？なんで俺たちが失格なんだよ。納得いかないわ。失格？どのペアも俺たちより早くキスして部屋を出たのに。お気になさらず、お二人は勝ち残っておいでですので。今日はこちらにお二人でお休みください。なお、遺産相続の結論が出るまで外部との連絡は禁止事項となります。その後も呼び出されては妙なゲームをやらされた。尻相撲、背中越しに感じる葵ちゃんのぬくもりが。てか、こっちもお尻とはいえお尻に触れるっていうのも。あっけよい、残った。弱っ。ていうかぼーっとしていましたわね。青の山の勝ち。二人三脚。ほら、しっかり肩を組んで上半身を固定しないとうまく走れませんわよ。いや、でも。もう、さっきキスまでしたのにこの程度で照れられると私まで意識してしまうんですけど。ツイスターゲーム。別にちょっとくらい触っても怒りませんわよ。勝つためですもの。あ、でもちょっとだけですわよ。そんなこと言われても。ねえ、葵ちゃん、気づいてる？参加した全部のカップルがお題のゲームをクリアしてるのに。ええ、徐々に数が減っているわね。やっぱりゲーム自体のクリアは問題じゃないんだ。その過程できっと何かの選考をしてる。でしょうね。ほとんどのゲームを最後にクリアしている私たちがまだ失格になっていませんもの。おそらくお父様は最近見た映画に影響されて命を懸けたゲームみたいなことをやりたいだけですわよ。あるいはゲームの結果自体はどうでもよくて、その後の態度や言動を見ているのかも。どういうことですの？ちょっと耳を。この部屋巧妙に隠されてるけど監視カメラが設置されてる。多分盗聴器も。え？いえ、そのくらいはやりかねませんわね。でもよく気づきましたわね。まあ失職前はそういう仕事をしてたんで。お食事が終わりましたらお風呂のご用意もできておりますので、お二人でどうぞ。え、ちょ、お風呂は別々でも。ご一緒に入られないのですか？いえ。何を。アキラ君も外しなさい。結婚前提で付き合っているのよ。
裸くらい問題じゃないでしょ。いや、でも、すみません、当主様。そのカメラで見てますよね。こんなの、やっぱりおかしいと思います。ちょっと、アキラくん？白状すると、俺は遺産のために呼ばれてきました。でも、昔の気持ちがかなり戻っていて、だから、キスも、他のゲームでも、ドキドキしたし、すごく嬉しかった。今も裸を見たいって思ってます。でも、こういう形で、それが叶っていくのは嫌だ。アキラくん。なんていうか、ちゃんとお互いの意思で、きちんと手順を踏んだ上で叶えたい。ごめん、葵ちゃん。俺、自分の気持ちを裏切れなかった。億単位の報酬を捨てるなんて、バカね。うん。でも、仕方ないわね。今思い出しましたわ。私、あなたのそういうところに惹かれたんですもの。腹の探り合いや蹴落とし合いが当たり前の大人たちばかり見ていた中で、家の外にはこんなに純粋な人がいるんだって。戻りましょう、アキラくん。明日、どうしますの？もうリタイアなら予定もありませんわよね。うん、本当ごめん。それはもういいですわよ。それより、久しぶりに映画でもいかが？その後に手近のお店でランチでも食べて、午後はカラオケとか。高校生の頃は、そんなデートを何回かしたよね。え？懐かしいでしょ？でも俺、失業中だからお金はないよ。そのくらいは、私が出しますわよ。なんかカッコつかないな。あの、リタイアを宣言した私たちに、まだ何か？何を言っとるか。お前たちが勝者じゃよ。え？この後映画デートに行くんじゃろ。遺産とか関係なしに。おい、ヌビつけ。そうですけど、それがどうして？まだわからんか。遺産を諦めてでもやり直したいと二人が考えておるなら、それが一番わしが求める後継者の条件に沿っておるじゃろ。ああ。そういうわけで、まあ楽しんできなさい。アキラ君と言ったか。君の就職も少しばかり世話してやるから、晴れやかな気持ちでな。ああ。こうして、なんだかわけがわからないうちに、俺と葵ちゃんは勝利してしまった。でも、そんなことより、俺としては、一度手放してしまった恋を、もう一度掴めたことに、心が浮き立っていた。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。